皆さん、こんにちは。あなたなんか出ても再会。このように言われたら、あなたはどのような気持ちになるでしょうか。現在、本田武史さん、安藤美姫さんのスケートスクールでのホラハラ疑惑を複数の保護者が告発していると話題になっています。安藤美姫さんは、現役時代は華麗なジャンプを披露していたましたが、指導者としては大こけのようです。プロフィギュアスケーターの本田武史さんが主催するスクールで、複数の保護者がモラハラ不透明請求を告発しています。そこにはコーチを務める安藤美姫さんの名も挙げられているそうです。本田武史さんも安藤美姫さんも両人とも日本フィギュアスケート界の歴史に名を残す選手であることに間違いはありません。本田武史さんは世界選手権で銅メダルを2度獲得し、長野オリンピック、ソルトレークシティオリンピックにも出場しています。安藤美姫さんの実績はさらに顕著で、世界チャンピオンに輝くこと2度、4回転ジャンプを武器にトリノオリンピック、バンクーバーオリンピックに出場し、引退後はバラエティタレントとしても活躍しているのは周知の通りです。そんな2人から指導を受けられるとあれば、保護者も期待を抱くのは当然でしょう。安心して我が子を預けようと考えるはずです。厳しい指導も納得づくのはずでした。ところがでした。最近レッスンに通う保護者からの告発メールがスケート連盟や関西大学に寄せられたそうです。このように語るのはスクールの去る関係者です。まともに指導してもらえないというのです。本田武史さんは関西大学の高槻アイスアリーナで通称本田チームと言われるスクールを主催しています。近年は安藤美姫さんもコーチとして加わっていますが、すこぶる評判が悪いのだと言います。告発の中身は本田さんや安藤さんの指導が不適切というものでした。どういうことなのでしょうか。本田チームでは現在幼稚園児から大学生まで30名ほどのメンバーが指導を受けているといいます。とにかく生徒によって待遇の差が激しいんです、とそのうち一人の保護者が重い口を開きました。成績が上がると本田武史さんの勘に触ってしまうのか、本来は喜ばしい話のはずなのに態度が変わるそうです。無視されるなど、まともに指導をしてもらえないそうです。子供が困っていますとメールしても対応してもらえません。半年以上相手にしてもらえなかったなんて生徒もいるくらいだと言います。目をつけられると暴言の対象になるそうです。気に入られれば手厚いそうですが、逆なら地獄という状態なのだそうです。そうした対象は強い選手だけではありませんよと別の保護者が述べています。本田武史さんに対して従順でなかったり意見を言ったりするタイプの保護者の子もダメだと言います。実は本田武史さんは共済家で、奥さんに頭が上がらないそうです。奥さんは元フィギュアスケート選手ではないのですが、現場に出てくるそうです。その奥さんのお眼鏡にかなわないと敵とみなされるのか、当たりがきつくなるというのです。特定の子供たちだけが合宿に呼ばれ、他の子たちはそれがあること自体知らされもしなかったケースもあるといいます。目をつけられた生徒やその保護者は暴言の対象にもなっていたそうです。無視しているのは本田武史さんなのに、挨拶をしなかっただけで怒鳴られている子を見たことがあるといいます。また保護者に対して子供の出来が悪い、やる気がないといった言葉や、奥さんから仕事を辞めて面倒を見たらどうですかと言われた親御さんもいるくらいだといいます。また奥さんから他の生徒や保護者さんの悪口を3時間以上も聞かされたことがある保護者もいます。大したことないくせにリンクに入りたいというなどと罵るので、聞いていて気分が悪くなりましたと感想を述べる保護者もいます。ただ反論するとこちらに矛先が向かいますし、本田武史さんは関西大学に進学するための推薦権があると吹聴しているため逆らえず、相槌を打つしかない状況なのだそうです。世界のトップスケーターだった本田武史さんの指導だから、指導料もそれなりだと言います。リンク使用料で月4万円、その他にレッスン料が請求されるそうです。しかしその額にも不透明な点があると先の保護者が続けます。他のコーチは何月何日に何分指導しましたと請求してくるそうです。しかし本田武史さんだけはレッスン代とかレッスン〇〇分と書いてあるだけで、いつ受けた指導なのかわからないそうです。子供に聞いても首をひねるばかりだと言います。またチーム合宿の時には交通費やレッスン料は別に請求があったのにもかかわらず、
15万円も請求されて驚いたことがあったといいます。1週間福岡に行っただけですよ。しかも相部屋、明細がもらえないので何にどれだけ費用がかかったのかがわからないんです、と述べています。もともと関大のリンクでは元五輪選手の織田信成さんのチームと元日本チャンピオンの宮原さと子さんや紀平梨花さんを指導した濱田芳恵さんのコーチのチームを含めた3つのスクールが開かれていました。しかし4年前織田信成さんが濱田芳恵さんにモラハラを受けたと告発し、そのごたごたで両者ともに関大を去ったのです。残ったのが本田チームで、この頃から保護者対応が荒くなっていきました。そんな中2年ほど前に現れたのが安藤美希さんだというのです。もともと本田武史さんと親しく、その流れで呼ばれたと言われています。元世界一ですから皆歓迎しましたよ。バラエティではズケズケと物を言っているので、本田さんの抑えにもなるのではと期待しました、とある保護者は言います。ところが実際は違ったようです。あなたなんか出ても最下位よなどと言ったりするというのです。保護者に対しても幹はねなどと話すなど、社会人とは思えない振る舞いや言動が見られるそうです。また振付料で10万円以上の金額を請求することもあるそうですが、それに見合った指導を受けていないと不満を述べる保護者もいました。2年前にはある有望選手などの母親が本田夫妻の実情を大学に告発し、保護者会が開かれる事態に発展したといいます。しかしその後も改善されないまま、今回また告発を受けたというのだから始末に終えないのです、当の本田武史さんに聞くと、一切事実無根ですと述べています。無視も暴言もありません。差別されたと言っているのはやる気がない一部の子の話ですよ。レッスンの明細も最近はつけるようにしていますし、合宿の費用も高すぎるなんてことはない、むしろ持ち出しになっているくらいですと反論しています。そしてこう付け加えました。誰がそうした告発を行っているかも分かっていますが、逆に僕の方がハラスメントを受けている、こっちが訴えたいですよと語っています。安藤美希さんも、生徒を傷つけるようなことを言うわけないじゃないですか。振り付け料はいただきましたが、きちんと何時間も指導した、保護者さんとも向き合って真剣にやっているんですよとルル主張していますが、今回の告発を受け本田武史さんサイドは犯人探しに動いているとしています。日本一と言われるリンクなのに、これまで30人近くの生徒が辞めているそうです。もちろん指導者も人間、生徒や保護者との相性もあるでしょうが、それにしても2度も保護者から告発騒ぎが起きて、なおこの反応というのもすごい話です。第3、第4の訴えが起きるのも時間の問題であると言えるでしょう。さてフィギュアスケートファンの中には、浅田真央さん派と安藤美希さん派が明確に分かれています。引退時の扱いで2人に差が生じた理由ははっきりしています。メディア報道に助長される形で、浅田真央さんイコールベビーフェイス、安藤美希さんイコールヒールのイメージが世間に浸透しているからでしょう。そういう構図を作り上げた最たる要素は2人の私生活の違いであると考えられています。特に安藤美希さんは現役時代から昨今まで数多くの浮き名を流してきました。コーチを務めていたニコライ・モロゾフさんとは結婚寸前まで生きながら、結局のところ破局、その後未婚の母となって長女を出産し、スペインの有名フィギュアスケート選手で貴公子の異名を持つハビエル・フェルナンデスと真剣交際していましたが、またしても破局説が浮上しています。フィギュアスケートのファンは圧倒的に女性が多いと言われています。私生活が派手で奔放なイメージが漂ってしまうと、どうしても女性ファンはその選手に自分自身を投影することができず、大きく幻滅してしまう傾向にあります。もちろん安藤美希さんは何ら悪いことはしていないのですが、まず間違いなく彼女の恋愛遍歴に対してアンチ安藤美希ファンは強烈なほどのアレルギーを抱いていると言っても良いでしょう。その一方で浅田真央さんには清楚、クリーンなどといった女性たちから見ればつい応援したくなるイメージが強く浸透していると言っても良いでしょう。これまでスキャンダルは一切なく、芸能マスコミから追いかけ回されるような浮いた話も全く聞こえてきません。清廉潔白で可憐、プライベートでも男の影は全く見えず、とにかくただひたすらリンクでの演技に没頭する、そういうけなげな姿勢を貫くからこそ浅田真央さんは
同性のフィギュアファンにも熱烈な支持を受けているのでしょう。そういった違いが2人にはあるようです。いかがだったでしょうか。今回は安藤美姫さんが指導に向いているか否かについて近況を踏まえて見てきました。安藤美姫さんの人気について、参考までに全国各地で行われるフィギュアの大会を古くから観戦暗夜している女性ファンは、あくまでも勝手な個人的見解だけどと前置きし、次のように力説しています。安藤美姫ってプライベートで遊んでいる感じがするし、いつもツンツンしているようで嫌い。でも真央ちゃんは私生活でもきちんとしている印象があるし、そして常に謙虚。どっちを応援したくなるかって言えば、どう考えてもやっぱり真央ちゃんでしょうと述べています。ファンが全身全霊で応援してしっかりサポートしてあげなきゃいけない。浅田真央さんにはそういう気持ちにさせられると言います。この点が2人の差といったところなのでしょう。追い打ちをかけるようにモラハラ問題、今後の推移を見守っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。